ルーガラン県は、ノルウェー南西部にある県。県とは、スタバンゲルである。北にホルダラン県、北東にテレマルク県と接し、東方にアウスト・アグデル県、ベスト・アグデル県がある。この県は、ノルウェーの石油工業の中心であり、失業率がズバ抜けて低く 1. 1、1.1%にとどまっている。ローガランは、このルドゴの県名であり、1919年までは、 スタバンゲルケンという名称だったが、現代になって蘇った。ローガの語源は、ルーギ人であり古代ゲルマン民族の部族名である。ランは、ランド、レジオンと、同じく土地という意味を持つ。県の紋章は1974年に制定された、ものであり、この紋章は、ソーラのエルリングス・ヤグソンを記念して建てられた古代石十字を、モチーフとしている。 ローガランは主にフィヨルドや島、浜辺の多い宴会の州である。主な島はカルモイ。ボナフィヨルドが最大のフィヨルドであり多くのフィヨルドがここから枝分かれしている。ノルウェーで3番目に大きい都市圏を持っており、スタバンゲル、サンネス、ランダベルグ、ソーラなどが連なっている。人口だけで言うならトロンヘームを上回っている。カルモイには大量に銅が埋蔵されており、 自由の女神の建設にも使われたという。また、石油やガスの採掘が盛んなノルウェーの中でも、石油工業と天然ガスの埋蔵調査が一番盛んな地域で、国内最大の農業地域でもある。ローガランは、プレケストレン、イェラグ、ロッペダルシュラーに代表されるように自然の宝庫である。鉄器時代。 ウランハーグのスタベンゲルにある農場は350年代から500年代にかけてあった農場を再現している。カルモイにはバイキングの農場の博物館がある。古代から人類の足跡が残っており、ビステの洞窟にはその形跡がうかがえる。この中からは石器時代の少年の遺骨も見つかっている。鉄器時代、青銅時代などの考古学的発見からわかっている。 アイルランド形式の十字も多く発見されている。バイキング時代にはリーギャケンと呼ばれていた。ハーラル一世時代より前はルーギ人の小王国が築かれていたと考えられている。ローガラン県の地図この自治体には26の開業聖区がある。ありがとうございます。